こんにちは、ミュウです。はい、今日は早速何をやっていくかと言いますとですね、今日は人生2回目の Vlog をね、今日撮っていきたいな、みたいな感じのところであって。てかさ、やばい。どうしよう。なんか、今日な、なんか起きた瞬間、なんか顔おかしいと思って、触ったら、え、待って、おかしくない？意味わからんねんけど、もうやばい。まあ、その話を置いといて、今日はね、早速ね、人生2回目の Vlog を撮っていきたいと思うので、早速、行ってらっしゃい。はいって感じでね、早速ね、人生2回目の Vlog 撮ってきたんやけど、この何個やろ ?1 個か2個前ぐらい載せさせてもらってんねんけど、ちょっと一回さ、そのさ、人生初の Vlog みんな見てきてくれん？そんな感じで合ってんの ?Vlog ってみゆさ、未だにさ、ちょっと一回撮ったけどさ、まだ分かってないねん、どんなもんか。やけど、まあ今日はもう撮っていきたいな、みたいな感じのところで撮っていかせてもらうんやけど、今日のみゆはですね、今日習い事、みゆね、習い事ね、何してると思う？当てて。当ててとか言って。全然シンキングタイムあげる。ちょっと分かったり言って。とりあえず肌荒れがすんごいわ。やっば、で、あ、わかりました。そう、ダンス習ってて。ダンスは、小 4? 小 5? ぐらいから習ってて。今の先生のレッスン、通いに行かさせてもらい出した時期は、高1。そう、高1ぐらいから今の先生のとこでは行かさせてもらってて。で、初めて行かせてもらったとこは、小5よ。そう。でもね、あれやねん、みゆね、もう一つ、この年になって新しい習い事をしたよ。まあね、これね、みんな当てれると思うわ。当てて。そう、着付け。そう、着付け教室。いつもさ、みゆのこの活動とか YouTube とか見てくださってたらわかると思うけど、最近着物に、ドハマりしてますもんで、やっぱりさ自分で着たいやん。で、着物とかも買わさせてもらってるしさ、やっぱさ自分で着れたしかいろいろとお得やんか。今みゆが行ってる習い事は着物教室とダンス習ってて、で今日はダンスのレッスンあるから、まあダンスのレッスン行くまでにちょっとまあいろいろしたこともあるから、まあそれをね Vlog でやっていこうかなみたいな感じのとこであって。そうそう、え、でかさ聞いて、みゆさ今年今20歳やねん。で、20歳のこの年で絶対あのね、ダンス習ってる人はね、ほんまにね憧れた人一緒やと思うね。憧れたっていうか、これをきっかけにダンス習い始めた子絶対多いと思うけど、な、一緒に言おう。一世ので、イーガールズ。絶対さ、絶対か分からんで。他にもおると思うねんけど、多くはさ、絶対イーガールズさんとかさ、そういうエグザイルさんとかさ、ダンスやべえ、かっけえみたいな。踊りたって思ってさ、習った子絶対多いと思うねんで、そんだけ言ってるってことは、ミユはその一人ねんけど。だってさ、あんだけさ、なんか女の人らでさ、あんだけバッチバチ踊れてさ、かっこよくてさ、絶対な、憧れるやん。ミユもめっちゃ憧れてたもん。それこそあの、人生初めてのライブというものを経験したのもエグザイルさんで。でもね、もうみゆね、めっちゃね、ライブ好きやねん。わかる。ほんまだから、どの音楽の人でも好きやし、どのアーティストさんでも好きやから、もう全然チケットがあるのであれば行きたいんよ。行かせてくださいって感じやから。それこそさ、ラッドサマー。ラッド、もうほんま好きだよ。音楽めっちゃ好きで。もうめっちゃ聞くねんけど、マジで人生で一回でいいから、マジで絶対ライブ行きたいんよ。だからもう絶対行きたい。絶対行きたいし。で、それこそ、今さ、ちょ、ツバ飛んだ。今ちょっと興奮しすぎてツバ飛んだかもしれないけど、な、余命10年の映画やってるやん。もう見るね、それね、明日見に行くねん、友達と。めっちゃ楽しみで。で、なんか公開されてさ、なんかいろんなさ、舞台挨拶とかのさ、映像とかまあ流れてくるやんか。見て、なんかまだ映画も見てないのに、クソラメが出てくるし、ほんともう、それこそもうラッドの曲あるやん。もう見るあれやで。サブスク解禁した瞬間入れたんやけどさ、もうほれほれほれ。聞いてたもん、さっきまで聞いてたからもう。しっかり、ここにあんねんけど、映画館であんなん見よう。もう、こんなんもう絶対やばい。もうで、なんかみんなコメント欄とか見たら、絶対もうマスクの替えは持っていかなあかんみたいな感じだから、ガチで持っていこうと思ってんね。皆さんもう見ましたか？音楽がそれこそやばいやん。もうさ、あの音楽が流れてくれたから、どこで流れてくんだとかさ、いろいろ音楽のこと考えるとさ、もう鳥肌止まらんわけよ。今でも鳥肌止まらんもん。見るってね、めっちゃチキン肌やね。もう、何に対してもすぐ鳥肌立つね。これさ、消えんのかなこの肌あれ。消えやんよな。絶対消えやん。あ、でもやっぱ、シュウエムラ様のファンデーション天才ですよね。でもこの肌あれはね、多分しゃーないわ。もう無理や。悪あがきはしません。すごいな、すごいな、シュウエムラ様。だってみ、昨日の夜中の2時ぐらいにピザ食べたもん。それやん、原因。でもさ、なんでなんやろうなって思わん？なんでさ、朝とか昼とか食ってもさ、なんかそんななんかあれやのに、なんで夜中食ったらこんなすぐ繁殖すんのって感じしやん、なんか顔に。みゆさ、家でさ、ご飯食べる時間ってさ、外に出るときはさ、リップ塗らんと一回ご飯食ってやんのに、なんかちょっと忘れてリップ塗ってもらう。まあええわ。ご飯今から食べたいのにさ、ちょっとリップ塗ってもらう。まあいや、悔しいけど。って感じで、今からご飯食べていきたい。あーやす。ご飯、腹減った。めっちゃ腹減った。ばあちゃん、食べる。はい、おでん何日目？違う、動かったっすよ。おでんばっかり。入れて大根入れたり。でもこんだけあれやろ。味めっちゃ染み込んどる。そうよ。もう筋らないやろ。筋らっかよんなもん。もちきんなかった？もちきんもなかったん違う？あ、こんにゃくは？こんにゃくあったろ。こんにゃくやってきて。ちょっと出てこいよ。おでんちゃん。それでいいよ。これで。よし、うまそうすぎる。ごちそうさまでしたって言うけど。いただきます。うまそうやな。うまそう。うわ、よかったな。よそったよ。どこなら？
ここよし、みんなに見せてあげよう。中華風のお好み焼きってこれってばあちゃんなんなん、ばあちゃん作なん、みんな食べたことあるんかなこれ、中華風のお好み焼き、これめっちゃ美味しいんよ。とこれおでん、これめっちゃうまいんよ。ばあちゃんうまいんかい。中華風うまい、なんでも上手。そう、ばあちゃんなんでも上手ってもすごいから。よし、ほんじゃ食べよう。うまそう、いただきます。うまっ。ヒロアカみたい。ヒロアカみたい。ご飯食べながら見るヒロアカとかもアニメの時間はマジ幸せすぎて言葉ねえって感じ。いいよ。ん？姉ちゃん寝てる、かわいい。赤ちゃんか。年取ってったら赤ちゃん帰りするのかな。ほんまうまい。うまい。高校生の食べ盛りで男の子ぐらい食べてるよみんな。あ、絶対熱い。あ、こ、大根バカ染み込んでてうまい。最後の一口いただきます。うん、うまっ。口大きいからこれぐらい一口でいけんのよな。いくで、見ててよ。ほら、うん、いっせーので、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ばあちゃんごちそうさま。これ全部完食だよ。自分のいいところをあげろって言われたら結構何個かあるんだけど、ご飯を絶対残さないというところが結構見える自分の好きなポイント。ほんじゃ服着替えていきたいと思います。結構あったかいかなって思うけどさ、まだちょっと寒いよな。全然寒いもん。寒いの大嫌いからさ、ちょっとね、今日着ていく服ね、最近ちょっと新デビュー、かわいいっしょ。よく行く古着屋さんでね、なんなんやろ、なんの柄つるかなとか思ったけど、つるなんかな。これめっちゃ縁起良さそうじゃん。え、かわいい、かわいいじゃん、かわいいじゃん。もうさ、ここまで来たらさ、もうみや家出れんのやろと思うやろ。だけど今日ね、ちょっとまだね、撮影しなあかんってなって TikTok だから、それちょっと撮るわ。待ってよ、 TikTok 撮ってるちょっと裏側とやらをちょっと今日は映そうと思うけど、ちょ待ってや、リップ塗るわ。いや、どこ塗り直しとんねん。塗り直すとこなんやろと思うかもやけど、ほんじゃ早速ですね、 TikTokの撮ってる裏側本邦初公開のね、ちょっとね、映像をみんなに、映像そんなエモンちゃう、そんなエモンちゃうけど、あの TikTok の撮ってるとこをちょっとね、みんなにちょっと見せようと思うんで、みんなついてきてよ。はいって感じでさ、みんなこんな格好初めてちゃうって感じのとこあるんやけど、これ今から TikTok、 そうそうそう、ミュウと言ったらこんにちはミュウですみたいな感じで、こんにちはミュウですのなんか印象が強いかなと思うけど、最近そういう TikTok でこんにちはミュウですみたいな喋る感じの動画を撮ってなかったから、今日久々ちょっと撮りたいなと思ってんだけど、じゃわかる、なんか今これこっちにもカメラあるし、こっちにもカメラあるから、なんかもうどっちみたい話したらいいんかわからへんねんけど、まあ、でも今こっちで撮ってるから、まあ、こっちで喋ってくんやけど、今からこっちの方で動画撮ってするから、ちょっとみんな、なんか恥ずかしいな。そう言われながら、そんな恥ずかしいけど、まあ撮るわ。いきます。お願いします。なんか恥ずかしいけど、いきます。いっせーので、こんにちは、みゆです。で、まあ、フルは、あの、TikTok の方ね、フォローしてね、あの、ぜひとも絶対ね、そっちの方ね、チェックしてくれて嬉しいです。はい、って感じで、最近 TikTok の方で喋ってへんかったから、ちょっと今回喋らせてもらおうかなって思うんですけど、みゆの喋ってるところを見たことないって人は、なんかもう、喋ってるのを見てびっくりすると思うけど、ほんまにね、そう、みゆってなんかもう、今日も見てくださりどうもありがとうございました。よしって感じで TikTok 撮り終わりました。え、てか、すごい、これ、ちょっと待って、見た？目さ、こっから顔出したら、ライト反映してすごい、なんか目綺麗になってる。って感じで、こんな感じで TikTok 撮り終わってんけど、あれや、ちょ待ってよ、もうそろそろ家出ようなやばい。ほんでや、なんだっけみゆ、何しなあかんねんっけ。あ、そう、ダンスの服とか、なんかあとちょっとなんかカバンに荷物入れなあかんから、みんなもうちょっとついてきてよ、行くで。で、ダンス行くときはみゆ基本このカバンやねん。このカバンはどこでしょう。ザラです。そう、ザラで買ったカバンねんけど、結構まあ入んねん。今踊ってる曲がディズニーのスターリンレイみたいなあるやん、あの曲スターリンレイか知らんけど、でわかる、みゆ今歌ったのでわかる、スターリンレイ。まあ今日はこんな感じのレッスン着でまあ行こうかな思うけど、これをカバンの中に埋めていく、埋めていくじゃない、詰めていく。そうそう。で、今何時？ What time？ あ、いかん、え、もう家出やなあかん時間やと思ったら、あと10分あった。よかった。びっくりした。もうびっくりした。このパンツの質がなんかどっちもいい感じで、こっちはちょっと青ねんけど、こっち紫でまあかっこいいみたいな感じで。まあ今日はこの服でレッスンしてこようかなと思うけど、袋1個入れて、まあカバンの中に入れるといいんですけど、まあ時間がないので、もうそのまま服入れちゃいます。ほんで、まあ財布財布。1000円で買った財布。もうないかな。まあ一応リップ持ってっとこう。基本さ、外で化粧直しとかマジでせんからさ、いらんねんけど、まあ今日 YouTube 撮りながら行ってるし、まあしたかったらしようかなって感じで、まあ荷物はそんなないかな。タオル後で入れなかった。タオル忘れた。なんでタオル。ほんでこれもう一個の携帯持って、クシクシクシ、命のクシクシはみゆマジでカバンに1個とポッケに1個入れときたい。あの外で歩くときは2個ぐらいは持っときたい。でこれ目薬、この目薬まあええ感じかなって感じ。ほんじゃちょ待ってよ、用意できたかな。じゃあじいちゃんにねまた送ってきてもらいたいと思うので、行ってらっしゃい。
ホみんなミュウの声聞くん、なんかめっちゃ久々って感じせん？電車の中とさ歩いてる時だけさ喋ってなかっただけでなんかミュウの声聞くん久々な感じするやろ、わかる？ほんでさ今そうここセブンイレブンねんけど、ミュウコピーしたいやつあって、セブンイレブンのコピー使ってんねんけど、もうミュウ機械音痴すぎてマジでやり方わからんくてリアル30分滞在してました。はい、でな、ここのタイミングでようやくコピーできて、でさミュウさ普通になできなさすぎて、あの店員の人にも教えてもらってたんやけど、あのね店員の人もめっちゃ優しくて、もうずっと一緒に、もうマジで30分やで、ね、30分一緒に考えてくれてたんやけど、あの最終何でコピーできやがった原因はですね、あのな入れてるアプリが違ったよ。もうほんま飛んだバカよな。機械音痴も機械音痴なんやけど、入れてるアプリが違うね。そらコピーできやんわなって感じような。でもねできてよかった。すいません、ありがとうございます。すいません。Yes. 今からミュウは布屋さんに行かなければいけない。作りたいもんあんねん。そう。それで、肌めっちゃ寒なってる。ミュウ来てくれたか。作りたいもんあるから、それをな、作るためには布がいるねん。だから布買いに行きたいねんけど、布屋まで行くまで時間あるから、インスタライブしようかな。やばいね。マジでさ、ミュウほんまに機械音痴やからさ、ああいうコピーする系とかもマジで、だってこずっと店員の人優しかったから教えてくれたけど。やっほー。聞こえてる？声聞こえてるかわからへん。聞こえてる？聞こえてる？あ、聞こえてる。よかった。じゃあ、ええや。布屋行ってきます。バイバイ。あれ？みんな思ってくれてること一緒やと思うけど、あれ？布屋は？と思うやん。あのな、布屋な、動画とか回すやんから、ちょっと動画ないねんけど、ちょっとあの、ここセリア。セリアでね、あの、さっき写真、あのさ、やばいだよ、ほんまにさ。セブンイレブンでコピー機でなんか言うねんって感じやけど、30分も滞在すんねんで、そう。で、このあの、ミユの、まあ、かっこいい写真とか、まあ、今までいっぱい撮ってもらったやつを額に入れたいから、まあ、そう、セリアで買うねんで、この額はなんかそう、もう一個コピーしてんけど、じいちゃんのさ、親戚のおばちゃんに写真プレゼントしたやつがあって、それ額に入れた。で、こんな感じでキョロキョロ、ウロチョロ、セリアでしてるってことは何探してるか分かるやんな。そうそう、多分もうちょっと出てくると思うけど、あ、出てくると思う。ほれ、そう、アニメのコーナー。そうそう、で、もう最近もうヒロアカ大好きやから、もうヒロアカのね、ステッカー、まあ、運試しに1枚買わせてもらったけど、でさ、見てこのカバンの中。どえらいもぐっちゃぐちゃやろ。言うな、カバンだけ基本何でもすぐ詰め込むからぐっちゃぐちゃないんけど、まあ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 、ええわ。でさ、あのさ、ごめん、ここでさ、帰りさ、ミュウ、ダンスに行くまでの動画、こうやってさ、外で撮ってたんやけど、外のさ、なんかザーって音とかさ、なんかもうミュウ、ほれ、もうミュウね、ほんまにね、カメラワーク。カメラ下手くそすぎて、ほんまどこ映しとんねんみたいな感じのことあるんやけど、そうそう、だからまあ、最後ね、ちょっとアフレコで、ほれ、やばない？なんなん？これどこ映しとんねんって感じやろ。まあそんな感じで、最近のもう小学生しか絶対カメラワーク上手やんと思う感じのカメラワークねんけど、みんなね、とりあえず今日見てくださり、どうもありがとうございました。で、最近さ、みんな寒かったり暑かったりするから体調管理気をつけて、ね、ありがとうほんまに。で、アフレコでなんか動画締めるの新鮮すぎてなんか緊張するなみたいな感じのところであるんですけど、早速動画締めていきたいと思います。はいって感じで、今日の動画が面白かったらよかったら、参考になったらとかいろいろ思ったら、ぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもお待ちしてるんで、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。はい、皆さん今日も見てくださりどうもありがとうございました。次の動画も楽しみにしておいてもらえると嬉しいです。ほいで、チャンネル登録と SNS のフォローもしてもらえると、ミュウめちゃくちゃ喜ぶのでよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。